こんにちは、ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの世にも珍しいスケールレスをご紹介したいと思います。スケールというのは、ヘビに普通ついている鱗っていう意味ですね。レスっていうのはないっていう意味、その名の通り鱗のないヘビです。すごいでしょ。もうね、柄は出てるんですけどツルッツルです。スケールレス、スケールレスヘッドって言われる、頭だけに鱗のない子同士をかけると全身の鱗が消失するという変化をするんですけど、ね、すごいでしょ。あとはなんていうか、柄もちょっと変わりますね。この子はノーマルのスケールレスなんですが、ボールパイソンは普通ノーマルだとここがこう、宇宙人みたいな柄が出るんですけど、そういうのがもう完全に消失して、色もねノーマルなのにもうアザンみたいな色してます。ほらお腹もなんかすごい。またスケールレスの特徴はですね、ボールパイソンは鼻に穴がボコボコボコって開いてて、これピット器官って言って熱を探知するんですが、それがねないんですね。上の方には開いてるんですけど、前にこう本当はもっと正面に穴が開いてるんですが、そういうのがない。すごい。で、鱗って何のためにあるかっていうと、外敵から身を守ったり、自分の体のそのいろんなものを整えたりするためにあるんですが、それがないっていうことは、普通のボールパイソンよりかなりデリケートに扱わないといけないんですね。怪我をしやすい。鱗硬いですけど、それがないから、もろに肉に怪我をしちゃったりするので、ちょっとデリケートに育ててあげる必要があります。あとは、なんだろう、脱皮の周期が早いって言われたりしていますね。あとは繁殖にも少し特徴があるんですが、それはまた別のお話にしようかなと思います。ツルツル、ふわふわ。ふわふわ。雪見大福みたい。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンの世にも珍しい鱗のないスケールレスについてご紹介しました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。